断絶の時代、最大級の異物聖杯を探すため外敵の大陸へと上陸します。まずは外敵の海岸線に拠点となる橋頭堡を構築してちょうだい。当然周囲を探索して危険因子の接近も阻止すること。外敵側には文章での合意を果たしているが、正直向こうの目的は不明だぞ。協力するふりして奇襲を仕掛けるというパターンもあり得る。王の身柄を確保すること、ブリテンの最新軍事技術を露獲すること、向こうにとって襲撃のメリットは多々あります。慎重に周囲を偵察し、異常を発見すれば随時迎撃していくこと、任せましたわ。外敵の大陸か。前にランスロットを追いかけ回して上陸したことはあるけど、この辺りはブリテンからの砂や流木があるおかげで魔法が使えるんでしたよね。使えるとしても魔法資源は不安定です。やはり補給部隊を使ってブリテンの苗を植えていくのが妥当かと。拠点となる橋頭堡構築までは時間がかかるわ。アーサたちは周囲の長距離偵察に向かって。それにしても王よ、まあ言いたいことはわかる。漂う風はベタベタするし、これは油の匂いか。ここで見ているだけで内陸部の惨状に気がめいりそうだ。おーい、なんか異常発見。なんですか。車がこけているな。輸送用のものみたいね。貴族のへそくりでも運んでいる最中だったかな。どれどれ。ちょっとちょっと、何山賊精神を発揮しまくっているんです。罪人は女と子供ばかりが30人ほどか。どうも。貴族のへそくり、壁に引っ掛けてあるドリルやノコギリも合わせてそう言っているんだとしたら相当ですよ。捜査中、車内の人物の右手にタグが埋め込んであるようです。データは、企画番号、納品リスト、耐久テスト診断結果。サンキューフェイ。どうやら向こうさんの狙いが分かってきたわ。どうします。外敵にとっては通常業務だと言われればそれまでです。僕たちが戦う理由はなくなってしまいそうですけど。ルールにないから助けないか。ブリテン王はその程度ではないことを彼らに教えてやるとしよう。ちょっと待て、結局何が起きているんだ。人間が積み荷になっていた理由は簡単だ。向こうの巨人は人間を分解して機械に組み込むサイボーグ。大方兵力の増強を図るために徴収しようとしていたんだろう。対する武力を用いた妨害行為を確認。我々は
ブリテン国家へ正式に報復行動を実行すると。狙い通りという感じだな。外敵の巨人の撃破を確認。輸送車に乗せられていた人たちも共闘歩で治療中なのだぞ。おそらく輸送車をあそこに転がしておいたこと自体外敵側の芝居だったのでしょう。私たちと戦う口実を作るための。ずる賢く見えますが、つまりそれだけ向こうはブリテンに恐怖しているということなのかもしれませんわね。となると今後は外敵側が総力を結集して私たちを襲うはず。聖杯を探すためには敵陣を強行突破で切り開くしかないでしょうね。状況は急速に悪化しています。それでも巨人の手でバラバラに切り刻まれる運命にあった人たちを無償で助けたこと、深く尊敬します。以上です。